万円給付に高市早苗氏。非常に不公平が起きてしまう、がネットで話題。内容はこちら。高市氏が10万円給付に警鐘を鳴らしているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。自民党と公明党が合意した18歳以下の子供を対象にした10万円相当の給付について、自民党の高市早苗政調会長は12日のインターネット番組で、共働き家庭でそれぞれが960万円ぐらい稼いでいたらすごい金額になる。個人の収入だと非常に不公平が起きてしまう、と語った。あまりにも不公平すぎますよね。誰がこんなこと考えるわけ？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。一律現金10万でいいな。いや、普通に全員でええやん。当然日本国籍だけで。国民全員に10万円配った時の方がまだマシだった。全員10万じゃないとこじれるよ。一律現金10万でいいと思います。次はこちら。働かない方が得で、働いたら損なんて不公平だろ。子供のいない世帯に人権ないんだな。とにかく日本人に渡るようにしてくれ。こんな配り方だと、反が起きるのは当然です。再考をお願いします。次はこちら。高市は一応道理をわきまえてるな。岸田のような間抜けはバランス感覚がゼロだから手に負えない。900でももらえるんか。またすごい仕組み作ってんやな。夫1000万円妻0円でもらえなくて、夫900万円妻900万円でもらえるって、どう考えてもおかしな話ですよ。最後はこちら。マジで公明党への悪印象しかないわ。自民は草加を切れよ。相手選んでばらまきするから、こういう問題が起きる。もう、減税でいい。減税でいい。これが答えだと思います。結論。自民党と公明党が合意した18歳以下の子供を対象にした10万円相当の給付。高市氏の指摘通り、個人の収入だと非常に不公平な状況が生まれてしまいます。そもそもこんなおかしな給付方法を誰が考えたのでしょうか？財務省でしょうか？政府は国民の批判の声を汲み取り、再考するようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。